聖書でいわゆる偉い人、自分で目標を決めて設定してそこに向かって努力して実現したって人は一人もいないんです。皆さんこんにちは。今回は神馬キリスト教会の世界一ゆるい聖書入門をお書きになりました横坂さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。では概要をご説明いたしますね。東京都世田谷区駒沢にある神馬キリスト教会は2015年にツイッターでの伝道活動をスタート。その内容が人気を呼び、一般アカウントにもかかわらずフォロワー7万人を超える人気アカウントに。そんな神馬キリスト教会が聖書とキリスト教の世界をゆるーくざっくりと紹介します。きっと誰かに話したくなる、誰でも気軽に楽しめる聖書の入門書です。今みんなゆるいの好きじゃないですか。好き。ゆるキャラもあれば何でも日本一にしようかと思ったんですけど、いやもう狙うなら世界だ。世界だと。苦情来ないですかね。来るかもしれないね。神様はこんなこと言ってないと。難しいことを知りたい人は他の本読んでください。くまモンがリアルのクマと違うって文句言ってるようなものですよ。ツイッターでの伝道活動なんて異例じゃないですか。当時そうでしたね、うん、ふざけ担当が突然持ってきたんですよ。これやってみようよと。じゃあ一個やってみるか。最初は別にこんないろいろやろうと思ってなくて、それこそ聖書の一句出したこともあったし、はい、庭のお花が咲きましたとか、飽きてきちゃって教会あるあるみたいな、冬の礼拝の足場が冷たいとか、そんなこと言い出して、ね、だんだん悪ノリが始まって教会の十字架を撮影しながら、はい、こっちでオルガンの人にドラクエの教会の音楽を流してもらって、はい、それを配信したりとか。遊んでるな。ふざけ担当と真面目担当で、お二人中の人と言われるのお二人いらっしゃって、どちら担当なんですか？僕は真面目担当なんです。真面目担当なんですね。今の感じだとね、全然ふざけかなと思っちゃうんですけど。真面目じゃないんですけど、まあ、聖書の知識だと思う。そういったことをやるので、ふざけさんは本当にふざけたことをいつも言って、そうですそうです。一発ギャグとかいうのは疲れる方が多いです。普段の礼拝はしっかりやってるんですか？神山さん自体は結構ふざけた教会なわけではない。ではないです。よくツイッター見て来る方が、はい、真面目なんですねって言って帰る。寝てる人多いですけどね。それ言わないでください。いいね。うちの牧師が言ってますから寝てていいって。寝てていいって。礼拝は、説教は毛穴から入るから寝てていい。自分で頑張んなきゃ礼拝がダメなんだと思ってるのは、かえって不信仰だと、うん。聖書の名シーンっていうところがあるんですけど、これ文体は緩いけど、中身は緩くないなって思ったんですよ。ゲツセマネの夜っていうところがあるんですけど、イエス様が翌日十字架に貼り付けられるから、寂しい、悲しいから祈ってって弟子たち言ってるのに、弟子たち横で寝ちゃってるのね。そんなことってあるんですか？しかも3回寝たんですよ。そうそうそう、起こされたのにね。怒んないんですか？イエス様怒ってると思いますよ。内心はね。内心は。内心というか結構怒ってますよ。意外と人間味があるんだなと思って、聖書の話って、ね、知らなかったですよ。特に十二使徒さんたちはもう人間臭すぎぐらい人間臭くて、うん、イエスさんの巡礼して長所全く書いてないんですよ。ダメなとこばっかり書いてあって、でもだから聖書優しいんですよ。こんな人たちでもイエスさんはマナ弟子にして、はい、聖書の魅力って何ですか？聖書ってもうダメでいいんだよって言ってくれるわけですよ。ダメでもともとじゃんと、でみんなダメなんだから、イエス様にもう、ダメですって認めちゃって救ってもらいなさいっていう本だというか宗教なんですよ。聖書でいわゆる偉い人、自分で目標を決めて設定してそこに向かって努力して実現したって人は一人もいないんですよ。それこそ神様にこうしようと言っても嫌だそれとか言いながら、そう結構文句言ってんですよね。文句言ったりサボって怒られたりとかしながら偉い人になってるんですよ。まあそういう生き方があってもいいんだなって、もちろんいいんですよ。目標を立てて、はい、それを実現していくっていう生き方はそれはそれで素晴らしいし、ただそれができない人もいるし、苦しい人もいるじゃないですか。そうですね。そしたらこういう生き方もあるんだよって、もう一つのオプションとして聖書があっていいと思うんですよ。今の世の中とは全然違う生き方を提示してもらえる、あなたのままでに欠けてていいんだよ。欠けてるところは、俺が埋めてやるからって神様が言うんですよ。あ、そうなんだ。気にすんなと。
聖書が身近に感じられる一冊です。ぜひ皆さん手に取ってください。本日ありがとうございました。ありがとうございます。